食と、あの家族が入れるようなお店にしようっていうのが自分の思いだったの。手びちと豆腐と、大根とちくわもプラスしてお願いします。これ白いご飯ってあります？はい、お願いします。お豆腐は少しお待ちくださいね。はい、はい、ありがとうございます。はい、2日後にね、うん、琉球新報さんに、はい、うちのお店が取り上げられたんですよ。おこれね、はい、アジマイっていう番組で取材に来ていたんですよ。来てるからお客さん見えてるわけ。あ、なるほどね。うん、そして弁当の材料をこの月曜日ね、2時3時頃こう仕込みしていたら、定休日ってされてるのコン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 するから、うん、おかしいね、なんで今日月曜日だけどあんなのお客さんが多いだろうと思ったら、すいませんが今日定休日ですよって言ったら、あ、なんで火曜日って新聞載ってるよって言われて、新聞に声が載ってるんですはいっておっしゃるからもうびっくりしてそうなのってから見たら載ってるさ、うん、ちょっとで、またこの新報さんもね、取り次ぎてもね、うん、綺麗にホワイトしてから持ってきてるわけ。親切さよかったですね、うん、本当に。どうですか、増えました？でも全然違う。あ、本当、結構皆さん新聞も使って情報を得るようにしてるから。新聞テレビの影響大きいですよ。 うちはちょうど旅サラダの撮影が入った時に、はいはいはい、入って1月の撮影で、3月2月の末か3月頃コロナになって、うん、もう休業になったわけよ。大変ですよね。これだからとっても、うん、せっかくね、知名度も上がったのに。あんだけ宣伝してくれてさ、うん、全国放送でしょ、うん、あっちからもこっちからも電話来てもうすごかったのに、うん、休業になっちゃってさ、あれはちょっともう痛かったな。大変ですよね。自分も他の、お店で、うん、ご飯に動画撮りに食べに行かせていただいた時に同じような感じでオープンして3ヶ月ぐらい経ったらコロナになって閉めてしまって、で今頑張って復帰して
いるところがあるんですけど、やっぱそういう飲食店の皆さん大変ですよね。今よ、本当にね、飲食店は苦しいはず、どっちもね。ですね、だから自分もこういう動画とか YouTube で紹介して結構皆さんのなんかお店とかに力になれればなと思ってこういうふうな活動してるので、ありがたいですよ、そういう方がいらしたら、ね、いえいえいえ、おうちなんかもうこんなあれは分からんから、うん、だからそういうのをちょっ と, あのいやとか、ね、もう助かりますよ、できればなと思って、いやもうどんどん宣伝してください頑張ります。本当に助かります。うん、いえいえ、うん、また紹介いただいたっていうのもやっぱりご縁ですし。そうですね。うん、はい。いただきます。すごい染みてますね。染みてて美味しい。すごい手びち。美味しいです。はい。ありがとうございます。朝からお弁当のでやってるって、朝5時ですか、外の営業。5時販売だから3時間仕事してる。わ、すごい。で、一応5時から開いて、お弁当。一旦7時まで、ね、販売して、うん、で、1時間ぐらいちょっとお家帰るんですよ。はあはあ、で、また9時にちょっと過ぎに登ってきて、はあ、お弁当仕事。こちら 何年くらいやってる？55年。おお。私2代目だろう。あ、そうなんですね。もう40年はなるわけです。地元の、ね、方とかも遠いところからも、いらっしゃるから、話してるから、話してるんですけど、できるんですよ。うん。そうですね。やっぱり美味しいからですよ。だから、みんなも、頑張って、おいこいさん、頑張って、言ってくれるから、とっても感謝。そうですね。なんか嬉しいですよね。とっても、ありがとうございます。頑張りますよ。体、健康にやっぱり気をつけないと。そうですね。なんか美味しいっててなんか書かれてますよ。はい。あ、こっち来たお客さんが。はい。食べて美味しかったですよ。フーチャンプルーとか。そうですそうです。うん。
ね、なかなか気づかないし、やっぱりなかなかこういうのを使えないとね、難しいところありますからね。うん、たまに若い人捕まえて聞いてみてください。まあ評価っていう形で回答ありますけど、いいですよ、とても。はい。から、はい、美味しかったです、やっぱり。来てよかったなと思えるので。あ、よかった。はい。いい本当のことなので。いやいや、もう少しでも、あの、あの、微力ですけど、本当に。いやいやいや、もう、それのもありがたいですよ。はい、なんか。アイスコーヒーもあるよ。あ、じゃあ、いただきます。はい、昔からおでんがメインですか、基本的には。もともと、ここはおでんと焼き菓子を持ってるんですけど。ああ、はいはい。ここで、私はまた、あの、食堂っていう感じでやったのを。で、それからですね、じゃあ、お母さん。ごちそうさまでした。はい。